まあそうですね、やっぱり、まあ何です、前夜のうちにやっぱ先制点取れて、まあ2点3点入った中で試合が運べたのが、やっぱ一番スムーズに試合を動かせたんじゃないかなと思いますし、やっぱ前夜のうちに先制点取れてたら、チーム主導権できやすいかなと思います。そうですね、みんな本当にハードワークして、球際だったりセカンドボール、そういうところでの戦いに、ね、昨日は勝ってましたし、そういうことがやっぱり結果につながったと思います。まあ、次はオーストラリアというマージャーカップでおそらく、ライバルと、上の方で当たるチームだと思いますし、また本当にいい緊張感の中で試合をできることを望んでいるし、その中で必ず勝ちを目指してチームとしてやっていきたいですし、個人的にもやはり昨日の試合なかなか、ゴールという結果を結びつけることができなかったので、そういうところで、ね、しっかり結果を残して、チームと